この動画では中日ドラゴンズビシエド選手が悪化する不調により苦しむ心境、そして細川選手を覚醒した和田コーチがビシエドを指導し始めると、そして和田コーチが語る今後の理想の中日ドラゴンズの打線と、このあたり見ていきましょう。ビシエド選手は今シーズンに入って打率が2割前半ということで、例年の成績から大幅に下降してしまっているような状態です。ビシエド選手本人も野球人生で初めてと語るほどの大不振に陥っています。ビシエド選手自身も正直に言って今のところ成績も出ていないし、難しい状況だなと感じている。でもこのまま終わるわけにはいかないので、もっと練習して後半戦に向けて頑張っていきたいというようにコメントしています。ここ最近は右手首の怪我によってスタメン出場はしていなかったんですけれども、受傷ではなく抹消とはならず早期復帰が期待されています。ビシエド選手は首脳陣の徹底指導というところもありまして、そこから数試合ではあるんですけれども、打撃の状態は上向いておりまして、ここから復活してくれるんじゃないかというような期待がかかっています。ビシエド選手は今シーズン2軍での調整が2回あったんですけれども、この時の心境についても語っておりまして、こちらも見ていきましょう。ビシエド選手は今シーズン不調によって2回の2軍調整を命じられています。それでも2軍でも攻走守どれで見ても全力でプレーをしているのかなというような姿が2軍でも見られました。ビシエル選手はあの時を振り返って、とにかく自分の仕事をしようと思って今年もやってきたけれども、確かにあの時は自分の調子も良くなかった。2軍では安定したスイングをできるようにすることとタイミングの取り方、この2つはバッティングの基本になる部分なので、そこを調整しようと思っていた。でもまだ自分の理想までは来ていないというのが現状だねというふうに語っています。現在もまだ理想的なところというところまでは来ていないんですけれども、全力で修正してなんとか調子を上げようとしているというような姿勢は間違いないのかなというふうに見られます。では和田コーチがついにビシエド選手を本格指導し始めたと、こちらも見ていきましょう。和田コーチは細川選手や宇佐美選手らに徹底的に指導をして打撃の状態を上げていったというような過去があります。6月下旬から首脳陣がビシエド選手を徹底指導しています。森野コーチの徹底指導によって、突っ込み癖という部分に大きな改善が見られて、打撃フォームも大きく変わったように見られます。そこから5試合連続ヒット中ですし、チャンスでもインコースの直球をしっかりとタイムリーにすると、こういった打席も見られるようになりました。和田コーチは構えた状態からすぐピッチャー方向に倒れてしまうので、しっかりテイクバックを取ることと、左足のつき方がドンとつくので、ゆったり行けば前に行くことがなくなるので、そのあたり微調整しながらやっていますというコメントになっています。確かにビシエド選手の現在のフォームを見ると、ピッチャー方向にぐんと倒れていってしまうのではなくて、しっかりとタイミングを取れていて前に突っ込まないようになっている、こういったフォームに変わってきています。和田コーチであったり、森野コーチの指導によってビシエド選手がここから本当に本来のところまで復活してくれるようなことを期待したいと思います。では和田コーチが語る今後の中日打線理想像、こちらも見ていきます。和田コーチは今後の中日打線についてこのようにコメントしています。若手とベテランが噛み合えば絶対に打線は上がってくると思っているんで、そういう意味でもビシエドの力は絶対に必要なので、しっかりクリーンナップを打ってもらいたいというコメントをしています。ビシエド選手であったり、大島選手、ベテラン選手が軸となって、そこに若手が力を発揮して強力な打線にしていきたいというような方針が現れていますね。立浪監督からも若い選手が多いからこそ経験が多いベテラン選手っていうのがすごく重要だという話もありました。外国人出場選手も来年以降は5人から例年通りの4人となる可能性がありまして、ビシエド選手が日本人扱いということになるとかなり大きな存在になります。ビシエド選手は今年は若手も素晴らしい活躍をしているし、自分も頑張っているところ、今チームの状態がいいとは言えないけれども、今後しっかり練習して最後まで諦めずに頑張っていくので、引き続き応援をお願いしますというコメントになっております。以上です。